よっしゃ、本画が去る。大丈夫大丈夫、そんなわけないでしょ。一人じゃ危険だって。俺たちも行くよ。さっさと終わらせたいの。いらっしゃい。お出かけ？見回り。ちょっと気になる報告があってね。団長ったら一人で行くって言うから。だってそれが一番合理的よ。俺たちから見るとそうじゃない。またそこに戻る？はいはい、ご存知の通り、うちのクラウドそういうのすっごく得意なの。見回りクラウドに任せてみる？俺が代わりに行く。気が済むまで話し合え。頼んじゃう？そうだね、今回は甘えちゃおうか。最近村の近くで危険なモンスターの目撃情報があってね。高台にある物見島に登って何か異常がないか様子を見てきてほしいの。うん、任せて。高台に古い物見島があるの。そこからなら辺り一帯を見渡せるはずよ。高台に古い物見島。モンスターを探そう。あそこが怪しい。行ってみよう。下がるか。踏ん張りいいところだ。頼らせてもらうぜ。焦られるいいところ。まだ行けっか。任せていいか。邪魔だ。この辺りでよく見かけるモンスターだ。シスネが警戒しているのとは別物だろう。高台に戻るぞ。you
モンスターの影が見えた。調べてみよう。任せるね。俺の見せ場だ。
どけどけ。おっしゃ、気合い入れてけ。任せなさい。勝ち越した。お手並み拝見。お任せあれ。そっちは大丈夫。お手本見せてあげる。ビッグブーマンやってよ。私の出番。してるわね。いつの間に。こそこそついてきちゃった。クラウドは気づいてたかもね。んまあな。なかなかいい眺めだったでしょ。あそこからなら村にやってくる人もいち早く見つけることができるの。もしかして誰か待ってる。あんたにはいろいろ聞きたいと思っていたんだ。そう。じゃあ話せることなら答えるわ。ただし質問は一つだけよ。私の正体は…ああ、これはパス。言いたくない。元神羅の一員、それは確実だ。いや、タークスの施設であったよな。元じゃなくて、現役か。でも、神羅の社員なんて大勢いる。元社員だって珍しくもない。それを隠すのは、何か特別な職種。あなたの想像は当たらずとも遠からず。でも村の人たちには知られたくないの。都会から来たやけに強いお姉さん、または娘、あるいは孫。その立場を楽しませて。あなたの敵ではないし邪魔もしない。だから秘密厳守でお願い。さてと、これから世界は大きく動き出すわ。勘じゃないわよ。いろいろなニュースを見てるとわかるの。ああ、無力。そんなことないと思う。ありがとう。エアリス、あなたは本当にいい人。素敵だし、納得。え？え？ね？おお。じゃあ村へ戻ろう。心配しないで。その辺のモンスターにやられるほどヤバじゃないから。もう少ししたら村に帰るわ。心配しないで。その辺のモンスターにやられるほど